Hi everyone. Welcome to Kiso Ego 2. I'm Takada Tomoko. Jeff here. And Kim. We are so glad you can join us. Are you ready? Let's start Kiso Ego 2. Hello everyone. Welcome to Kiso Ego 2. 基礎英語に講師の高田智子です。す。年間どうう。ぞよろしししししくくおお願いいままそして、手伝いくださるパーートナーを早速ご紹介しましょ今年度のストーリーは中学2年生の若槻ルナが不思議な緑の石の力で「 ファンタジーの世界へ行く夢と冒険の物語です。ストーリーを楽しみながら英語を学んでいきましょう。とりわけ中学2年のレベルは新しい学習内容が多いのですが。一つ学ぶごとに表現できることが広がると信じて聞き続けてくださいね。では始めましょう。1 1> 私ファンタジーを読んでるの。today story。今日のストーリー。 イラストを見ながらストーリーを聞き大まかな内容を理解しましょう春休み最後の日新学期を心待ちにするルナのところにクラスメートのケントから電話がかかってきます Hello!Hi Luna. This is Kento. How are you?Good!I'm ready for school tomorrow! Me too. Right now I'm reading a book. The title is The Knight of the Forest. Oh, is that Maya's book? She loves fantasy stories. That's right. It's interesting. But I like stories about real people. I see. Well, see you in class tomorrow. Good night. Good night. it? <laughs> ケントはルナの仲良しの友ンのようですね。Words <and> phrases. もう一度、ストーリーを聞くもう一度、単語やフレーズとその意味を確認しましょう <Ready for. S 1> 何度、の準備ができた。何もう用意ができた。<Tomorrow. S 1> 明日、一度 <Right now. S 1>、もう一度、う一度、う 本絵音楽などの題、題名 Night 騎士スペリングは K で始まりますが K は読みません Forest 広大な森 Fantasy ファンタジー,タジー空想 Stories 物語 Story の複数形です語尾の Y を I にして ES をつけます。<Real. S 1> 空想でなく、実在の、現実の。<In class. S 1> クラスで、授業で。一度に全部の語句を覚える必要はありません。これからストーリーの中で何度も聞いて覚えていきましょう。この中から使えるようになりたい重要な語句を Today's Specials と呼んで 毎回三つ選びます。まず私が日本語の意味を言いますね。その後、ジェフとキム、の後について、どうぞ言ってください。明日、明日トモロウ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 トモロトモロウトモトモロウトモロウトモロウトモロ もうう。一度ストーリーリを聞きましょう今度は次のリスニングポイントの答えを見つけましょうルナはどんな話が好きですか Hello? Hi, Luna. This is Kento. How are you? Good. I'm ready for school tomorrow. Me too. Right now, I'm reading a book. The title is The Night of the Forest. Oh, is that Maya's book? She loves fantasy stories. That's right. It's interesting. But I like stories about real people. I see. ルナががどんな話が好きかかかりましたかそうですね、ルナは今読んでいるファンタジーの物語は面白いけれど I、like、stories about real people. 実在の人物の話が好きだと言っていました答えは実在の人物の話です それでは、ストーリーの内容を確認していきましょう。も <Hello? S 1> もしもし。Hi, Luna. This is やだよ。元気電話で自分の名前を名乗るときは「I'm Kento」ではなく「This is Kento」と言います。「This」は話し手に近い方を指しますから電話のこちら側は「Kento」ですという意味で「This」を使っています。 Good! I'm ready for school tomorrow. 元気よ?明日の学校の準備もできてるし。Me too. Right now, I'm reading a book. The title is The Night of the Forest. Dai Kishi Oh, is that Maya's book? Ah, sore Maya She loves fantasy stories. マヤってファンタジーの物語が大好きだよね。S right. <S そうだよね。But I like、about real 面白いけど、私は実在の人物の話が好きかな。<I see. S 1> なるほどね。Well, see you in class じゃあ、明日クラスで会おうね。おやすみおやすみ。 S Point. <S このコーナーでは基礎英語共通キャンドゥを含むさまざまなキャンドゥや文法事項を取り上げて皆さんが英語でできることを増やします今日のキャンドゥは4月の基礎英語共通キャンドゥ自分や相手家族や友達などについて話すことができるですストーリーに出てきたキャンドゥ例文を読んでいただきます she loves fantasy stories。彼女はファンタジーの物語が大好きです。今日は動詞の現在形について見てみましょう。自分も含め、人を紹介するときは。よく好きなもの、好きなこと、持っているものなどについて話します。このようなとき、love。何々が大好きである。like。何々を好む。 have 何をを持っていいる、などの動詞をよく使います。自分相手以外の誰か一人つまり三人称単数について「何々である」「何々する」という時は一般動詞の語尾に「S」または「ES」をつけます。なお「Have」は「has」になります。Read aloud. キャンルー例文をリピート練習しましまょう。文の後ろから少しずつ区切って発音練習をしていきます後ろの部分を間違えずに言えるようにしておいて全文を練習しますそうすると途中で使えたり間違えたりすることなく全文を言うことができるようになりますジェフの後について言ってみましょう「ーー She loves fantasy stories」 ファンタジーストーリー。Stories. She loves fantasy stories.Other examples: 他のレーブンも見てみましょう。Luna has many good friends.Luna friends. にはいい友達がたくさんいます。Luna は3人称で一人ですから、どうしよう、はずを使っていますね。 They all、like、school. They all、like、school. school. like like all all「みんな学校が好きです」どちらの文もルナや友達がどんな人たちか伝えていますそれではこれらの文もリピートしましょう Luna has many good friends They all like school nice job! Super. 演じてみようこのコーナーでは皆さんに音読していただきます英語を話せるようになるには実際に話しているつもりで音読することがとても大切ですねそのためにストーリーの中からポイントになる箇所を取り上げ登場人物になったつもりで演じてみますそうすると話している感覚がつかめますよ今日取り上げる部分を聞きましょう Right now, I'm reading a book. The title is The Night of the Forest. Oh, is that Maya's book? She loves fantasy stories. That's right. It's interesting, but I like stories about real people. Something good to know. Angel ここでは、知っておくと良いことをワンポイントでお話ししていきます。文の仕組みや発音のこと、そして時には文化的な背景など、いろいろな角度からトピックを取り上げます。演ずる箇所の理解がより深まりますよ。今日のキャンドゥ例文、She loves fantasy stories の中で、Stories が複数形であることに気づきましたかファンタジーの物語が大好きというとき、 好きな作品は一つではなく、いくつもあります。ファンタジーの物語に含まれる作品全般が好きなので、このような場合は複数形、ストーリーズを用います。それでは、ジェフとキムの後についてこの歌詞を演じましょう。Now, let's act it out. Repeat after us. Right now, I'm reading a book. The title is The Knight of the Forest. Oh. Is that Maya's book? She loves fantasy stories. That's right. It's interesting. But I like stories about real people. a l right fantastic。できるようになったかな。今日学んだ表現を日常の場面で実際に使ってみる練習です。鳩時計の音一つにつき、一つの単語が入ります。<One. S 1> 妹は動物の物語が大好きです。my。 Stories about animals. どうぞ「My sister loves stories about animals」「My」の後の最初の括弧には「Sister」が入ります。My sister は自分相手以外の一人ですからその次は「Loves」となりますね。two 動物の物語は面白いけれど 私は SF が好きです。Stories about animals are interesting, but <noise> science fiction. どうぞ。Stories about animals are interesting, but I like science fiction. 私は好きです。ですから、I like が入りますね。 2019年度「LESSON1」いかがでしたかムナやケントにどんな新学期が待っているのでしょう1年間頑張りましょうね明日をどうぞお楽しみに StudyHard! everyone Welcome to Kiso Ego 2 I'm Takada Tomoko Jeff here and Kim We are so glad you can join us Are you ready Let's start Kiso Ego 2 Hello everyone Welcome to Kiso Ego 2 みなさん、お元気ですかキス英語に講師の高田智子です。今日は二回目ですね。ストーリーを楽しみながら、英語を学んでいきましょう。そして、スタジオのパートナーは、それでは、早速始めましょう。<on> two. 魔法使いとドラゴンの話なの。S story. <S 今日のストーリー イラストを見ながらストーリーを聞き大まかな内容を理解しましょう投稿したルナが教室に入ると友達のマヤが机で小説を読んでいます「Good morning, Maya. マヤマヤ ?What?Oh! Good morning, l u ルナ !What are you reading?It's a new book by my favorite writer. It's about a wizard and a dragon. That's nice. Look at this. It's my picture of the dragon. Wow. That's amazing. You are a great artist. Thanks. Oh, hi, Kento. Hi, guys. I have some news. A new student is joining our class today. <gasps> a new student? いかかががででしたかマヤは絵が上手なんですね。Words <and> phrases. もう一度ストーリーを聞く前に単語やフレーズとその意味を確認しましょう私が意味を言ったらもう一度単語が読まれますから皆さんリピートしてくださいね <Bye. S 1> 誰誰によるバ <Bye. S 1> Wizard オトコノマホ Wizard Dragon ドラゴンドゥ Dragon Wow! オドロキアヨロコビュアラワシテ Amazing! すごい見事なびっくりするような Amazing! guys 複数の相手に話しかけてみんなこれは砕けた表現です guys ニューズニュース,ニュース知らせ情報 news ジョイニング加わる入るジョイニング一度に全部の語句を覚える必要はありません これからストーリーの中で何度も聞いて覚えていきましょう。この中から使えるようになりたい重要な語句を Today's Specials と呼んで毎回三つ選びます。テキストをお持ちの方は赤く印刷した語句をご覧ください。まず私が日本語で意味を言います。その後、ジェフとキムの後に続いてリピートしてください。作家 Writer Writer ニュース知らせ情報発音に注意しましょう。ニュースではなくニューズです。ニュース。ニュース。加わる入る。ジョイニング。ジョイニング。アメ b g ンジ a ーブ。グレ l ジ s ーブ。リスニングポイント。 もう一度ストーリーを聞きましょう。今度は次のリスニングポイントの答えを見つけましょう。ケントはルナたちにどのようなニュースを知らせましたか Good morning, Maya. Maya? What? Oh, good morning, Luna. What are you reading? It's a new book by my favorite writer. It's about a wizard and a dragon. That's nice. Look at this. It's my picture of the dragon. Wow. That's amazing. You are a great artist. Thanks. Oh, hi, Kento. Hi, guys. I have some news. A new student is joining our class today. <gasps> a new student? Did you get the answer? ケントが伝えたニュースとは何でしたかそうですねストーリーの最後のところで「A new student is joining our class today. 今ううちのクラスに転校生が来ると言っていました」「A new student」文字通りには一人の新しい生徒ということですがつまり転校生ということになります答えは「今日転校生が来るというニュース」です それではストーリーの内容を確認していきましょう Good morning, Maya. Maya? おはよう Maya. Maya? What? Oh, good morning, Luna. Hi. Ah, o はよう Luna. What are you reading? 何を読んでるのこの文については、後ほど Trace Point で詳しく説明しますね。It's a new book by my favorite writer.

今日うちのクラスに転校生が来る A new student? 転校生ストーリーの内容しっかりつかめましたか s Point. <S このコーナーでは基礎英語共通キャンドゥを含むさまざまなキャンドゥや文法事項を取り上げて皆さんが英語でできることを増やします 今日は、キャンドゥを実現するのに役立つ文法事項についてお話しします。ストーリーに出てきた例文を読んでいただきます。What are you reading?What are you reading? あなたは何を読んでいますか ?What? 何を ?Who? 誰を w h e n いつ。w h e r e どこでなどの疑問詞を用いて、具体的な情報を求めることができます。この場合は、 are you reading? you ののようにに疑問文の語順にします。一方求める情報の「What」「何が」「Who」「誰が」などが主語の場合はその後は肯定文の語順になります。例えば「What is in this letter」その手紙には何が書いてありますかという文では「What」「何が」という主語に動詞「is」が続きます。 <Read> aloud. 今日の例文をリピート練習しましょう文の後ろから少しずつ区切って発音練習をしていきます後ろの部分を間違えずに言えるようにしておいて全文を練習しますそうすると途中で使えたり間違えたりすることなく全文を言うことができるようになります「Kim」の後について2回読みましょう「are you reading? What are you reading?」

この自転車はかかっここいいでですすね。誰が乗るのですかこの例文では「Who Rides」と求める情報が主語になっていて肯定文の語順になっています。これらの文もリピートしましょう「Where do you read books? This bike is cool.Who rides it?」 excellent fantastic。演じてみよう。このコーナーでは、皆さんに音読していただきます。英語を話せるようになるには、実際に話しているつもりで音読することがとても大切ですね。そのために、ストーリーの中からポイントになる箇所を取り上げ、登場人物になったつもりで演じてみます。そうすると。

ここでは知っておくと良いことをワンポイントでお話ししていきます。文の仕組みや発音のこと、そして時には文化的な背景など、いろいろな角度からトピックを取り上げます。演ずる箇所の理解がより深まりますよ。You are a great artist. あなたは絵が上手です。のアーティストは、職業としてだけではなく、趣味として絵を描く人のことも指します。何々する人。 という名詞を使った表現に「My brother is a good tennis player. 兄はテニスが上手です。Our ALT is a good speaker of Japanese. 私たちの ALT は日本語が上手です。」などがあります。それではキムとジェフの後についてマヤとルナのセリフを役になりきっていってみましょう。Now let's act it out.Repeat after us. Look at this. It's my picture of the dragon. Wow, that's amazing. You are a great artist. Thanks. Nice job. Well done. You, you can do it. するようになったかな？ストーリーで使われていたトレイスポイント例文を応用して、具体的な情報を求めることができるようになったかどうか確認しましょう。ハ肌時計の音1つに1つの単語が入りますよ。<One. S> 1。あなたはどこへお花見に行きますか？お花見に行くは go。cherry blossom viewing です。Where? Go cherry blossom viewing. blossom cherry どうぞ Where do you go cherry blossom viewing?Where の後には Do you がそれぞれ括弧に入ります次のように返事をしてみましょう上野公園へ行きます I go to UE no park 答えは I go to の後に場所を入れればいいですね To

Uts, fruits, and sugar. 皆さんできましたかぜひお友達にこれらの質問をして会話を楽しんでくださいねそれでは明日もどうぞお楽しみに StudyHard!See you next time! Hi everyone! Welcome to Kiso Ego 2! I'm Takada Tomoko. Jeff here. And Kim. We are so glad you can join us. Are you ready? Let's start Kiso Ego 2! Hello everyone! Welcome to Kiso Ego 2. みなさんんお元気ででですす。か基礎英英語語講師の高田智子ですストーリーリをを楽しみながら英語を学んでいきましょうそそししててスタジオのパーートナーははれでは早速始めましょう。<on> ゆうやってかっかこいい。S Story. <S 今日のストーリー。

He's so handsome. <sighs> Please tell us about yourself. I came to this town last month. I really like it here. That's great. My hobbies are basketball and soccer. I also love movies. Wow, I like movies too. <laughs> Luna, most people like movies. Thank you, Yuya. Please, sit down next to Ami. いかがでしたかルナは、ユうやに興味を持ったようですね。<Words and S 2> もう一度ストーリーを聞く前に、単語やフレーズとその意味を確認しましょう。ハンサムかっこいい、ハンサムなハンサム yourself、Your あなた自身。Yourself came. 来た、やってきた。come の過去形です came last この前の、先の例えば last month といえば先月という意味になります last that's great <S それはよかったそれはいいですね That's great. Hobbies. 趣味。Hobby の複数形は語尾の Y を I に変えて ES をつけます。Hobbies。also さらに何々もまた。alsoMovies 映画 MoviesMost ほとんどの この中から使えるようになりたい重要な語句を「t a ト e Specials と呼んで毎回3つ選びますそれらを2回ずつリピートしましょう「来た」「やってきた」「came」「came」この前のさきの」 Last 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 month last month hobbies hobbies great job super listening point もう一度、ストーリーを聞きましょう。今度は次のリスニングポイントの答えを見つけましょう。ユ u ヤはどんなスポーツが趣味ですか So handsome. <sighs> Please tell us about yourself. I came to this town last month. I really like it here. That's great. My hobbies are basketball and soccer. I also love movies. Wow. I like movies too. <laughs> Luna, most people like movies. ゆうやがどんなスポーツが趣味か分かりましたかそうですね。転校生のゆうやは「My are basketball and soccer. 趣味はバスケットボールとサッカー」と言っていました。答えは「バスケットボールとサッカー」です。 できましたかそれではストーリーの内容を確認していきましょうみなさんこのクラスに新しい生徒を迎えます、nice、こんにちは。近藤也ですごくかっこいい。 自己紹介をしてください。Tell 話してください。Us 私たちに。About yourself あなた自身について。つまり自己紹介してください。という意味ですね。I came to this town last month. 僕は先月この町に来ました。I really like it here. ここがとても気に入っています。That's great! <S それはよかった。 My hobbies are basketball and soccer. basketball are and 趣味はバスケットボールとサッカー。I also love movies。それに映画が大好きです。Wow! I、like、movies too. I like わあ、私も映画が好き。Luna、most people like movies。Luna、ほとんどの人は映画が好きでしょ。Thank you, Yuya. Please sit down next to Ami. ありがとうゆうやくん、あみさんの隣に座ってください。ストーリーの内容をしっかりつかめましたか s Point. <S このコーナーでは、基礎英語共通キャンドゥを含むさまざまなキャンドゥや文法事項を取り上げて、みなさんが英語でできることを増やします。今日のキャンドゥは、 過去の経験や出来事について話すことができる、です。例文を読んでいただきます。I came to this town last month. I came to this town last month. 私は先月、この町に来ました。今日は、一般動詞の過去形、中でも不規則動詞について見てみましょう。何々しました、と過去の経験や出来事について言うときは、動詞を過去形にします。 一般動詞には語尾に ED または D をつけて過去形にする規則動詞と Come came のような不規則動詞がありますここでは不規則動詞の例を見てみましょう原型過去形の順でご紹介します Go went see saw eat ate <Eight. S 3> say said。have。had。read。red。read の過去形は。red。ですが。スペリングは現在形と同じです。これらの不規則動詞を一つずつ覚えていきましょうね。<Read aloud. S 2> 今日の例文をリピート練習しましょう。 ジェフのあとについてリピートしましょう Last monthI came to this town last monthLast monthI came to this town last monthOther examples 他の例文も見てみましょう。Luna ルナは昨日、ファンタジーの物語を読みました。read の過去形は r e d ですね。読み方は違いますが、スペリングは同じです。この文が過去形であることは、主語がルナという三人称で一人なのに、 動詞に s がついていないことからもわかりますもう一つ例を見てみましょう彼女はこの本は面白いと言いましたこの例文では say の過去形 said が使われていますこれらの文もリピートしましょう Luna read a fantasy story yesterday. She said, This book is interesting. Great! Wonderful!Act it out! 演じてみようこのコーナーではみなさんに音読していただきます。 First, just listen. Please tell us about yourself. I came to this town last month. I really like it here. That's great. My hobbies are basketball and soccer. I also love movies. Something. Good to know. 演じる前にここでは知っておくと良いことをワンポイントでお話ししていきます今日は過去の経験や出来事を話すときによく使う不規則動詞をもう少し紹介しましょう原型過去形の順でご紹介します「drew」「run ran」「r i wrote」 Put, put, put. Now let's act it out. Repeat after us. Please tell us about yourself. I came to this town last month. I really like it here. That's great. My hobbies are basketball and soccer. I also love movies. Well done! You did it! You can do it! できるようになったかなストーリーで使われていたトゥレースキャンドゥを応用して 今度は自分が経験した過去の出来事を表現できるかどうか確認しましょう肌時計の音一つに一つの単語が入りますよ <One. S 1> 先週の日曜日に友達と上野公園に行きました「上野 <I> パーク with my friends last Sunday」

We ate lunch under cherry trees and had a great time! お弁当を食べたは食べる eat の過去形 ate を使って ate lunch となります。and had a great time の had は have の過去形ですね。2019年度レッスン3いかがでしたか明日もどうぞお楽しみに !Study hard!Take care! Hi everyone! Welcome to Kiso Ego 2! I'm Takada Tomoko. Jeff here. And Kim. We are so glad you can join us. Are you ready? Let's start Kiso Ego 2! Hello everyone! Welcome to Kiso Ego 2. 講師の高田智子です。ストーリーを楽しみながら英語を学んでいきましょうそれでは早速始めましょう <on> four. 明日日はゆうやと話せるよ。S story. <S 今日のストーリーリイラストを見ながらストーリーを聞き Let's listen to the story and get the outline Are you ready, Luna? Let's walk home together today. Yes, let's go. Hey, are you okay? Well, I'm so shy. I can't talk to you ya. Yeah. Yuya talked to Ami during lunch. You can talk to him tomorrow. <sighs> Ami is smart and beautiful. I'm not interesting. What? All of my friends are interesting, and you're my friend, so. So, am I interesting too? Of course. <laughs> Thanks, Kento. ルナは初めのうちちょっと元気がありませんでしたね。Words <and> phrases. もう一度ストーリーを聞く前に単語やフレーズとその意味を確認しましょう。Walk home. 家まで歩いて帰る。Walk home.Together. 一緒に。Together.So. とてもだからそうシャイ内気な人見知りするシャイトークトゥだれだれに話しかけるだれだれと話すトークトゥドゥ r リング何々の間い何々の間中ずっとドゥ r リングスマートかしこい頭の切れる smart、interesting。ここでは人の性質が面白い関心を引く「interesting。what、驚きや不信などを表してなんだって?」「<What? S 3> <Of> course。相手への返答としてもちろん確かに。Of この中から使えるようになりたい重要な語句を「トゥレイスペシャルズ」と呼んで毎回3つ選びますそれらを2回ずつリピートしましょう「家まで歩いて帰る」「Walk Home」「誰々に話しかける」「誰々と話す」「Talk to」「Talk to」 もちろん、確かに。Of course. Of course. Good job. Great. Listening Point. Listen to the story again and find the answer. もう一度ストーリーを聞きましょう。今度は次のリスニングポイントの答えを見つけましょう。 Are you ready, Luna? Let's walk home together today. <sighs> yes, let's go. Hey, are you okay? Well, I'm so shy. I can't talk to Yuya. Yuya talked to Ami during lunch. You can talk to him tomorrow. <sighs> Mommy is smart and beautiful. I'm not interesting. What? All of my friends are interesting, and you're my friend. So. So, am I interesting too? Of course. <laughs> Thanks, Kento. Did you get the answer? Lunaが何ができなくて落ち込んでいるかわかりましたか? ケントがルナに「Hey! Are you okay?」と心配そうに尋ねていましたそうするとルナが「Well, I'm so shy I can't talk to you y、yeah、a 人見知りで「ユウヤに話しかけられなくて」と言っていましたですからルナができなかったのはやに話しかけること、です。それではストーリーの内容を確認していきましょう「Are you ready, Luna? 支度でき Let's walk home together today. 今日は一緒に歩いて帰ろう。Yes, let's go. <S うん行こうか。Hey, are you okay? ねえ大丈夫 ?Well, I'm so shy. うん私はとても人見知りなの。I'm so shy の「so はとても非常にという意味でその直後の「 Talk to ユウヤに話しかけられなくて to during lunch. ユウヤはランチの時間にアミと話してたよね you can talk to him tomorrow 明日はユウヤと話せるよケントはこう言ってちょっと落ち込んでいるルナを慰めているのですね is smart and beautiful. アミは賢くてきれいでしょ I'm not interesting. 私は面白くないし。What?All of my friends are interesting.And you're my friend.So. なんだって僕の友達はみんな面白くて、ルナは僕の友達だから。最後の「そう」は、だから、その結果と前に言ったことを受けてまた文が続くときに使われます。So am I interesting too? だから私も もろいいいっっててことととう、う、so, だだからの次に Am I interesting too? という文がががつながっていますね。<Of course. S 1> もちろんだよ。Thanks, <K> ありこのコーナーでは「 基礎英語共通キャンドゥを含むさまざまなキャンドゥや文法事項を取り上げて皆さんが英語でできることを増やします今日はキャンドゥを実現するのに役立つ文法事項についてお話ししますまず例文を読んでいただきますゆうやはランチの時間にアミと話しました「何々しました?」と。 過去の経験や出来事について言うときは動詞を過去形にします語尾に ed または d をつけて過去形にする動詞を規則動詞と言います talk の過去形は talked と発音しますこれに続く to に吸収されて talked の t は聞こえませんでしたね規則動詞のスペリングと発音を少しずつ覚えていきましょう 同士の例を見てみましょう「ED」または「D」をどのように発音するかよく注意して聞いてください原型・過去形の順でご紹介します「ENJOYENJOYED」「Use」「Used」「Study」「Studied」「Visit」「Visited」「Watch」「Watched」「Stop」「Stoped」 <Read> aloud. 今日の例文をリピート練習しましょう文の後ろから少しずつ区切って発音練習をしていきます「Kim」のあとについて2回読みましょう「During l u n c h y o u y a Talk to Army During l u n c h Another example 他の例文も見てみましょうゆうやは午前中勉強し午後バスケットボールをして夜は映画を見ました語尾に「ED」をつけて過去形にする動詞が3つ出てきましたが「ED」の発音の仕方について何か気が付いたことがありましたか 後ほどそそのの種明かしをしましししををままょょうう。ね。それではこの文をリピート y ヨヨ studied in the morning, played basketball in the afternoon, and watched a movie in the evening. Great job! Super! 演じてみようこのコーナーではみなさんにおんどこをしていただきます。まずきょう取り上げる部分を聞きましょう。First, just listen: Hey, are you okay? Well, I'm so shy. I can't talk to Yuya. Yuya talked to Ami during lunch.You can talk to him tomorrow. 演じる前にここでは知っておくと良いことをワンポイントでお話ししていきます。る箇所の理解がよよりり深まます今日は規則同士の「ED」には3通りの発音の仕方があることをお話ししましょう先ほどの「AnotherExample」の例文を思い出してくださいね語尾を「T」と発音する例「Watched」 Looked. Practiced. ごびよい d と発音する例。Visited、Wanted. Started. わんと発音する例。Enjoyed、played、joined。わかりましたかでは、ストーリーを演じてみましょう。どうぞ。Now、Let's Act It Out! Repeat after us.Hey! Are you okay? Well, I'm so shy. I can't talk to Yuya. Yuya talked to Ami during lunch. You can talk to him tomorrow. Nice work. Well done. You can do it! できるようになったかな Point 例文を応用して過去の出来事について話すことができるようになったかどうか確認しましょう <One. S 2> 私は昨日オンラインゲームを楽しみました「オンラインゲーム syesterday」。 I games 私は楽しししみままた。たですかから、I enjoyed と入りましたか Enjoy には「ED」をつけます <Two. S 2> 兄は高校で毎日柔道を稽古しました <My> brother, Every day in high school. My brother practiced judo every day in high school. 柔道を稽古しました。ですから、practiced judo となりますね。practice は語尾が E ですから、D だけをつけます。では、正解の入った文をリピートしましょう。OK。Repeat after us. I enjoyed online games yesterday. My brother practiced judo every day in high school. 2019年度 Lesson 4いかがでしたか？明日は金曜日 Review です。Lesson 1から Lesson 4までしっかり復習をしておいてくださいね。Study hard. See you later. Hi everyone. Welcome to Kiso Eigo 2. I'm Takada Tomoko. Jeff here. And Kim. We are so glad you can join us. Are you ready to review? Let's start Kiso Ego 2. Hello everyone. Kiso Eigo Koushi Takada Tomoko desu. 今日はレビューです。そして、パートナーは？今年度、金曜日は月曜日から木曜日までのレッスンをしっかり復習した上で、Can Do の応用力を高めるための練習に力を入れていきたいと考えています。では、早速始めましょう。review one.。one 私ファンタジーを読んでるの？ This s stories. <S 今週のストーリーイラストを見ながら今週のストーリーを聞き内容についての英語の質問に英語で答えましょうなお英語で答えを言うときは主語と動詞を備えた文で答えてください例えば「Is Luna reading Maya's book?」 という質問が出されたら、Yes, she is。このように Yes だけではなく、She is まで答えるようにしてくださいね。Yes だけでも言いたいことは通じますが、主語と動詞を備えた文で答えることで文の仕組みをしっかり理解し、使えるようになります。それでは始めましょう。Monday question。 Does Luna like stories about real people? Hello? Hi, Luna. This is Kento. How are you? Good. I'm ready for school tomorrow. Me too. Right now, I'm reading a book. The title is The Night of the Forest. Oh, is that Maya's book? She loves fantasy stories. That's right. It's interesting. But I like stories about real people. I see. Well, see you in class tomorrow. Good night. Good night. Question Does Luna like stories about real people? Answer Yes, she does. できましたか質問は「ルナは実在の人物の話が好きですか?」という意味でストーリーの中でルナは「I like stories about real people」と言っていましたですから答えは「Yes she does」となります「she does」まで言えましたか ?Tuesday Question Is Maya reading a book or drawing a picture? Good morning, Maya. Maya? What? Oh, good morning, Luna. What are you reading? It's a new book by my favorite writer. It's about a wizard and a dragon. That's nice. Look at this it's my picture of the dragon. Wow! That's amazing! You are a great artist. Thanks. Oh, hi Kento. Hi, guys. I have some news. A new student is joining our class today. <gasps> a new student? Question Is Maya reading a book or drawing a picture? Answer She is reading a book. いかがでしたか。ルナがマヤに。what are you reading?。何を読んでいるのと尋ねると。マヤは。it's a new book by my favorite writer.。私の大好きな作家の新作よ。と返事をしていましたね。答えは。she is reading a book.。です。wednesday question。does yuya love movies or music?。 Everyone, we have a new student in this class. Hello, my name is Kondo Yuya. Nice to meet you. He's so handsome. <sighs> Please tell us about yourself. I came to this town last month. I really like it here. That's great. My hobbies are basketball and soccer. I also love movies. Wow! I like movies too! <laughs> Luna, most people like movies. Thank you, Yuya. Please sit down next to Ami. Question Does Yuya love movies or music? Answer. He loves movies. 今回の質問は「ゆうやは映画が大好きですかそれとも音楽が大好きですか?」でしたね。ゆうやはルナのクラスに入ってきた転校生でした。その自己紹介の中で「My h o b b i e s a r e basketball and soccer.I also love movies.」と言っていました。ですから正解は「He loves movies. 彼は映画が大好きです」となります。 Thursday Question According to Kento, are all his friends interesting? according to Yoruto Are you ready, Luna? Let's walk home together today. Yes. Let's go. Hey, are you okay? Well I'm so shy. I can't talk to Yuya. Yuya talked to Ami during lunch. You can talk to him tomorrow. <sighs> Ami is smart and beautiful. I'm not interesting. What? All of my friends are interesting, and you're my friend, so. So, am I interesting too? Of course. <laughs> thanks, kanto. question. according to k e n t o are all his friends interesting? answer. yes, they are. 答えられましたか?。質問の意味は、ケントによると、彼の友達はみんな面白いですかとなります。ケントは。 All are my friends are interesting と言っていましたから答えは Yes, they are. はい、そうですとなります。物語の始まりの部分は登場人物が次々に出てくるので今日の Questions and Answers は少し難しかったかもしれませんね。レッスンごとのストーリーを繰り返し音読すると内容の理解が深まります。そうするとこれからのストーリーがますます楽しくなりますよ。

今週のトゥレイズポイントを復習しましょう。まず私がトゥレイズポイントで取り上げた例文、これをターゲット文と言いますが、その意味を日本語で言います。皆さんはそれを英語で言ってみてください。どれもストーリーの登場人物のセリフです。では始めます。<One. S 1> マヤはファンタジーの物語が大好きです。どうぞ。 Maya loves fantasy stories. Maya loves fantasy stories. これは4月の共通キャンドゥ自分や相手家族や友達などについて話すことができるで学びました自分を含め人を紹介するときに動詞の現在形を使うのでしたねどうぞ What are you reading? What are you reading? できましたか WH 疑問文で情報を求めるときの言い方でした。Three. 私は先月この町に来ました。どうぞ。I came to this town last month. I came to this town last month. Can do. 過去の経験や出来事について話すことができる、って学びましたね。この場合は、動詞を過去形にします。come, came. このように動詞の形を変えて、過去であることを表します。4. <Four. S 1> ゆうやはランチの時間に、アミと話しました。どうぞ。ゆうやトークトアミドリングランチ。 ユーヤ t a l k to m ミ during lunch ここも過去の経験や出来事を言う際の動詞の過去形のおさらいでした「トーク」「talked」このように語尾に「ED」をつけて過去を表す動詞もありますなお回答はテキスト端末ページに掲載されていますので参考になさってください Listen to Jeff and Kim! このコーナーでは今年度のパートナーのジェフとキムにお願いして今週学んだ事項を織り交ぜてチャットをしていただきますお二人のことを知る良い機会にするとともに生の英語の中でトゥレ s スポイントがどのように使われているのか注目していただきたいと思います今回は「週末は何をしますか?」というテーマです HiJeffWhat do you usually do on weekends? I play with my two daughters. Oh, how old are they? They are seven and four. This weekend we had ice cream at the ice cream parlor. That sounds fun! Now, Ima no Hana Shi no A-bun to wa-yaku a text no kanmats ni arimas. Kondo a How about you? 今ジェフとキムの会話を聞きましたね。それでは皆さんが週末に大抵することについて話してみましょう。今回は I usually on weekends. 私は大抵週末に何々をします。を使って言いましょう。することについて参考になる語句をご紹介しておきましょう。Play soccer サッカーをする Skateboard スケートボードをする。Play catch with my brother。兄または弟とキャッチボールをする。Read comic books。漫画を読む。Hang out with friends。友達と一緒に過ごす。Walk my dog in the park。公園で犬の散歩をする。ではみなさんは週末大抵何をしますか ?I usually で始めて行ってみてください。 どうぞ。それでは、キムとジェフに例を出していただきましょう。I usually walk my dog in the park on weekends. I usually play with my two daughters on weekends. How about you, sensei? Well, I usually read books on weekends. いかがでしたか皆さんも周りの友達と伝え合ってみましょう今年の第1回のレビューいかがでしたかレビューのやり方にこれからだんだん慣れていきましょうねそれではまた来週お会いしましょう See you next week on Kiso Ego 2 Bye Have a great weekend